米田様までほだらごとおっしゃるんでがすか。米田様なら青お嬢様に法事に出るように勧めてくれると思っておりましたのに。ちめでもんだな。一馬様とは生死を共にした仲だっつうのに、死んじまったらそれで終わりでがすか。お嬢様に一馬様の一さはついでほしいがら、帝都に呼んだんと違えますか。権次、これは私自身で決めたことなの。お願い、分かって。ゴン太郎さん、さくらが舞台に出ることを選んだのは、今つかみかけてるものがあるからなんですよ。いや、わかんねえ。お父様のご命日の供養にも顔出さずに、なして一体したことねえ役場しなきゃなんねえですか。お父様ならきっと分かってくださるわ。んだな、勝手なことを。お嬢様が見えねば旦那様だってきっと悲しむに違えねえだ。いや、さくら君の言う通りかもしれませんよ。さくらは毎朝カズマと会ってますから。はあ、支配人。何度失敗したら気が済むの。すみません、もう一度。本当はこんな舞台出たくないんでしょ。え、明日は大好きなお父様のご命日なんですってね。別に恩着せがましく舞台に立ってもらわなくても結構よ。あなたの代わりならいくらでもいるわ。何一人でカリカリしてんだよ。今のさくら結構良かったぜ。どうなんだい先生。さ、続けて。何をおっしゃるんです先生。すみれくん、今のさくら君のタイミングはこれまでで一番合っていたよ。お言葉ですが少尉、舞台のことを何も分かってらっしゃらない少尉が口を出す問題ではありませんわ。おい、そんな言い方ねえだろ。せいや、後ろから見てたけど大神藩の言う通りやったで。変だよ。別に変ではありません。皆さんやめてください。次はもっと頑張りますから、お願いします。二言目には頑張ります頑張りますって、私たちいつまで付き合わされなくてはならないの。すみれさん、いい加減になさい。さあ練習を続けて。わかりました。そういうことなら皆さんお遊戯でも何でも勝手になさればいいわ。私の方から願い下げです。すみれさん。さくらさん、稽古中ですよ。あなたには今日中に仕上げてもらわないと。時間がないのよ。はい、よろしくお願いします。それじゃあ一幕から通してやるわよ。準備して。はい、はい。いるんでしょスミレ。あなたらしくないわね、途中で稽古を投げ出すなんて。何かあったの。別に何もありませんわ。おかしいのは皆さんの方じゃなくって、私の方はいつもと何も変わりありませんわ。あ、どうでしたマリアさん。夕食はいらないそうよ。そうか、明日のミーティングを兼ねてみんなで食べる約束だったが。明日の舞台にも出ないと言ってるわ。え、それ本当ですか。アホらしい。さっさと飯にしようぜ。せやな、いつにも増して荒れとったようやけど、まあなんとかなるやろ。でも公演は明日ですよ。腹が減りゃ降りてくるって。大丈夫だよ、すみれお芝居好きだから。みんな稽古で疲れているところ悪いんだけど、頼みたいことがあるの。はい、奥様はやっぱおっしゃってた通りでかした。お嬢様明日は戻らねえとのことで、最新の記者さんってそっちさへ。え、奥様、そりゃどういう意味だべ。そっただことしておらまで明日の法事には。は、カズマ様の代わりに。
はい、神崎でございます。岡村ね。スミレお嬢様、どうかなさったのでございますか、こんなお時間に。別にどうもしないわ。ただちょっと気が向いただけ。明日の招待状届いてるかしら。はい、1ヶ月ほど前に。あの、何？旦那様はやはりお仕事の都合で感激の方は。そんなのいつものことじゃない。それにどうせ私明日の舞台には立ちませんから。勘違いなさらないで。降ろされたのではなく私から降りたのです。皆さんのお芝居への意識があまりに低すぎて一緒にやっていく価値などない人たちだと。では帰ってくるのか。お父様。常々お前が口にしている芝居への思いとはその程度か。私は心から舞台が好きです。ではなぜ自分から降りた。ですからそれは。芝居とはよほど甘い世界と見える。そうもたやすく投げ出せるとはな。私の会社ではそうはいかん。簡単に投げ出すなど許されん。舞台も同じです。お父様は何も分かってらっしゃらない。舞台は大勢の仲間が情熱をかけて作り上げていくものですわ。一人でも欠けたら。その仲間とやらを一緒にやる価値もないと言ったのはお前だぞ。おやすみなさいませ。スミレ君、大神だ。見てほしいものがあるんだ。ドアを開けてもらえないかな。すまないが、ちょっと一緒に来てほしいんだ。わかりました。ちょっとお待ちになって。では参りましょう。何ですの、見せたいものって。ああ、もうこういうの苦手なんだよな。あの、できるだけ水平になるようにお願いします。ああ、もうイラつくぜ。あんな、静かにしなさい。せいや、聞いてるやろ。あと何部ぐらい。200部ぐらいです。みんな、もう一息だから頑張って。これも明日の舞台の一部だと思って。はい。あの、桜お嬢様ば見にがったべか。どこさ行ったか知ってたらお教えできろ。そこ、足を揃えない。もう一度、今のところから。はい。誰も、スミレ君が明日の舞台に出ないなんて信じちゃいないんだ。みんな、今の自分にできることを信じてやってるんだよ。もっと顔を上げて。はい。無駄なことはおよしなさい。スミレさん。最後の踊りはね、二人のタイミングが問題なの。いくら一人でお稽古しても意味がないのよ。でも、私の失敗でみんなの足を引っ張りたくないし。仕方ないわね。私が直々に付き合ってあげますわ。ありがとうございます。音楽流すわよ。まあ、無理でしょうけど頑張って私についてきなさい。はい。見つけたぞ、天風石。